こんにちは、大和市民体育館前橋です。本日はバランスボールを使った運動パート47をやっていきます。今回は腹直筋や腹斜筋を鍛えるトレーニングをやっていきます。まずは両手を地面について両足でバランスボールに乗っていきます。この状態で安定したら反対の対角線上の膝を手で触っていきます。左右10回ほどやってみましょう。皆さんもぜひ挑戦してみてください。